こんばんは、ハフポスト日本版の南まりえです。日常会話から SDGs について考え会話するハフポスト日本版のライブ番組ハフライブ、今夜のテーマは自動車産業と SDGs です。世界が気候変動対策に乗り出し、2050年までの脱炭素カーボンニュートラルが求められる中で、これまでたくさんの CO2 を排出してきた自動車産業も岐路に立たされています。特に日本において自動車産業は基幹産業の一つ、550万人もの方たちが携わっているとも言われています。今スライド出ていますね。日本における自動車産業の影響力、550万人もの方たちが働き携わり働きがいを感じている産業が新しい世界線に移行しなくてはならないという時には、もちろんいい話だけではなくて、さまざまな雇用の難しさだったりジレンマもあります。今日もハフライブではそうしたジレンマから目を背けずに、2030年、2050年のあるべき姿について考えていきたいと思います。今日も私と一緒にメインパーソナリティを務めてくださるのは、アルカ CEO でクリエイティブディレクターの辻麻子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハフライブ1年以上 SDGs テーマにやってますが、今日ついに自動車ビジネスで最も熱いと言われている。そうですよね、はい、EV と聞いてテレビ CM でも見かける日増えてきましたけど、なんかすごく生活に近いようで、大きなビジネスの変化がどういうふうに起こってるのかとか、その間で見落としがちなことって何なのかみたいなこともあると思うので、生活者の目線とビジネスの目線と両方ちょっと学ばせていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。今 EV という言葉辻さんからありました、電気自動車ですね、はい、まあ、広く講義の EV というと電動車、競技でいうといわゆるバッテリーで充電して動く電気自動車ということなんですが、今日のキーワードになってくると思います。なんかここ数年、今年こそは EV 元年と言われて久しいような気がするんですが、多くの方に取材していると、本当に今年こそは日本にとって EV 元年だというふうにおっしゃってた方もいらっしゃったのが印象的です。今日は EV というキーワード注目していただければと思います。それでは私と辻さんと一緒に今日のハフライブを作ってくださるゲストの方をご紹介したいと思います。まずはお一人目、モビリティオープンブロックチェーンイニシアチブモビ理事で伊藤忠総研上席主任研究員の深尾三四郎さんです。深尾さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。深尾さんはもう脱炭素社会に向けてのモビリティ産業のプロフェッショナルということで、さっきも辻さんから生活者目線とビジネスの観点でとありましたが、もう今日ビジネスの観点でいろいろお話しいただきたいと思っております。そして深尾さんはですね、このハフライブチームメンバーも勉強させていただきましたモビリティゼロという本の著者でもあります。深尾さん、こちらどういう本か簡単に説明していただいてもいいですか。はい、まず本の PR ありがとうございます、はい、ですね、モビリティゼロのゼロは、ゼロカーボンと、ゼロスタートというのに、を意味しております。でまさに今脱炭素ですとか EV シフト、これゲームチェンジとかですね、ルールメイキング、こういった自動車産業の大変革が起きているわけですけれども、そこのなぜ何と、そういった大変革の中で、どういった形でビジネスを進めていけばいいのか、これ民間企業もそうですし、政策を作る側の立場としてより強くこう今回書かせていただいたんですけれども、ポリシーメーカーが何を考えているのか、ということを理解し、するのが重要ですということがポイントとなった本になっております、はい、まさに官民市民とみんなで SDGs 達成していかなきゃいけないので、私も読ませていただいたんですけど、今まさに深尾さんからあったゼロスタートなんだなっていうのをすごく認識できる本でした。ぜひ皆さんも今日のハフライブ見て気になった方を読んでいただきたいと思います。深尾さん、改めて今日はよろしくお願いいたします。2人目のゲストの方をご紹介いたします。気候変動アクティビストの酒井功さんです。酒井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、酒井さんはグレタ・トゥーンベリさんが始められた気候変動アクションフライデーズ・フォー・フューチャーの東京・ジャパンのオーガナイザーをされています。そしてご自身はアメリカ・インディアナ州のアーラム大学の2年生ということで、今日実はインディアナから出演していただいております、はいはい、朝早いんですよね。そうですね、今朝8時です。あ、すいません、朝早くから朝一のハフライブ出演ありがとうございます。酒井さんはですね、去年秋イギリススコットランドのグラスゴーで行われた COP26 国連気候変動枠組み条約締結国会議に参加されて、アクティビストとして参加されております。写真出てますね、はい、これはどういう様子ですか。
はい、これあの真ん中にいる帽子をかぶってるのがグレタですね。はい、世界のフライデーズ・フューチャー あのスピーチ集会みたいな参加をした時にまあ、遭遇した時の様子です。うん、なるほど、ありがとうございます。今日自動車の話をするのに、はい、なんで気候変動アクティビストの方がともしかしたら思っていらっしゃる視聴者の方もいるかもしれないんですけど、ここがハフライブらしさとしてシナジーを生んでいくと思うので、ぜひ期待してご覧いただきたいと思います。今日この4人でお届けするハフライブトーキングポイントはこちらです。はい、出ますかね。まずは1つ目、カーボンニュートラル時代、自動車産業に起きるゲームチェンジということで、深尾さんにいろいろ今何が起きているのか、そして日本は今どんなところに立っているのかご説明いただきたいと思います。それから冒頭から申し上げている550万人もの方たちが携わっている産業がシフトしていくとき見過ごしてはならないのは雇用働きがいの問題です。2つ目のトーキングポイントでしっかり話していきます。そして1、2と基本的にはまあ自動車、乗用車の話が中心になってくるんですが、移動手段は自動車だけではありません。カーボンニュートラル社会、本当に我々が目指すべきモビリティって何なのかということを最後話し合っていきたいと思います。それでは早速1つ目のトーキングポイントに行きましょう。はい、世界が CO2 を減らしていこう、なくしていこうというふうに動いている中、自動車もシフトが求められています。こちらをご覧ください。主な自動車のタイプをちょっとまとめてみました。まずこの赤い部分、ガソリン車と書いてあるのが、まあ、今世界で一番たくさん走ってたくさん種類のある車、皆さんも馴染みがあると思います。ガソリンスタンドで、まあ、化石燃料由来ですよね、ガソリンを入れてそれでエンジンを動かすということで、まあ、当然走行時には CO2 がたくさん排出されているというのがこのガソリン車です。一方この緑の部分ご注目ください。これはですね、エンジンではなく電気モーターを使って動く電動車と呼ばれるものです。こちら走行時の CO2 排出がゼロになっているというのがポイントになります。その間にあるのがハイブリッド車です。エンジンと電気モーター両方を搭載しておりまして、トヨタ自動車さんのプリウスなんかで耳なじみがある方もいらっしゃると思います。ご自身でこうプラグインをして電気でチャージできるのが、まあ、プラグインハイブリッドなんですが、まあ、大まかに言うとガソリン車、ハイブリッド車、電動車というのがあり、注目していただきたいのが走行時の CO2 排出がある車とない車があって、今こっちに移動していくべきなんじゃないのという議論が高まっているということです。一つだけちょっと補足をするんですが、冒頭から EV とお話ししてますが、いわゆる EV といった時、こちらのベブですね、バッテリー式電気自動車のことを指しています。これは皆さんお使いのスマートフォンと同じような感じで、電気で充電をし、バッテリーに充電をして、その充電されたバッテリーで動く自動車っていうことなんですが、今世界が2050年に向けて脱炭素をしなきゃいけないっていう、めちゃくちゃ逼迫して時間がないよっていう状態においては、総合的に考えると皆さんの日常使いの自動車はこのベブに、まあ、修練されていった方がいいんじゃないかというグローバルスタンダードができつつあるというのが今の状況になっております。今車の種類で見ていったんですが、じゃあこの背景を受けて各国や自動車メーカーがどんな風な戦略を取っているのか見ていきたいと思います。主要な自動車市場における環境規制ということで、欧州、中国、アメリカ、日本と紹介して、いろいろ進捗にばらつきがあったり宣言の内容に差異はあるんですが、大きく見ると各市場が脱エンジン、そして EV シフトというのに舵を切っているのが分かります。これを受けて各メーカーがどんな風な戦略を立てているかというと、はい、こちら、世界の新車発売台数上位の5メーカープラス日本で3番目に大きいホンダさんの6社持ってきております。詳細は今日お話ししないんですが、皆さん EV シフトするぞってことで、さっき辻さんからも CM でもよく聞くようになりましたねっておっしゃってましたが、 EV 販売目標を立てていたり、あるいはメーカーによってはエンジンを使った車をなくしていきますよというような宣言をしているところもあります。ということで、ちょっと駆け足で各市場の動きだったりメーカーの動き見てきたんですけど、深尾さんにお伺いしたいと思います。こうした主要マーケットの動き、こうどのように見ていらっしゃいますかというのと、今私駆け足で説明してしまったので、いまいちこう世界の各市場がどんな戦略で日本がどういうあたりにいるのかというのがまだお分か
こう分かりづらいなと思っている視聴者の方いらっしゃると思うので、なんとなくこう世界のマップみたいなのをご説明いただきたいですが、いかがですか？そうですね、先ほど時系列のスライドを見せていただいたと思うんですけれども、こちらですね、分かりやすいのがヨーロッパと中国というのが環境規制とか政策を作る上においては早いと、でそれにアメリカが追随して、日本がといったところで時系列で見ると、今のようなオーダーになっています。ですのでそれに対して自動車メーカーとして、脱炭素化ですとか、脱エンジンというのを対応していくというところでの戦略が、明らかに、されてきているといったところです。はい、なんか日本はですね、その EV 一辺倒というよりは結構こう全方位でやっていこうという印象があるんですけど、そのあたりはどうですか？そうですね、先ほどですね、その、パワートレイン別の、走行時の CO2 の排出量の丸×っていうのがあったんですけれども、後ほど実はキーワードで出てくるんですが、ライフサイクルアセスメントという LCA というですね、EV、含めた車のサプライチェーン全体で見た CO2 の排出量という観点でいうと、必ずしもですね、バッテリー EV ですとか燃料電池車がエコだとは限らないですね。こちらに出ているようにちょっとこれビジーなチャートになってますが、例えば最終製品といったところで、EV ですとか車載電池って置いたときにですね、EV と置きます、すいません、その部品としての車載電池を作るときに必要なエネルギーって結構あるんですね。それを作るときに CO2 排出してるんじゃないかというような議論というのは実はあります。なので、そういった意味においては必ずしもベブがっていうわけではないので、そこがまさに実はルールメイキングの土俵になっているんですけれども、それに対して日本メーカーとして、フルラインナップで対応するという、そういう考え方というのも実はありといえばありというわけです。あとは政策がグローバルでどう動いているのかというところに対して、メーカーとしてどう対応していくのかというところですが、どちらかというと大きな流れとしては脱エンジンの流れというのがヨーロッパ中心に今突き進んでいるので、ベブを増やした方がいいんではないかというような流れになっているといったところになります。辻さん、今さっきの表だと、EV 車と呼ばれている右側の表出ますでしょうか？右側の2つは丸がついてましたが、CO2 排出ゼロと思われていますが、それを作るにあたるバッテリー、スマホの中に入っているようないわゆるバッテリーを作るのに、また CO2 を排出してしまっているので、そこってどうなんだっけ問題ということですね。そうですね、おっしゃる通りでして、でヨーロッパがそういったところで LCA の観点でルールメイキングしたいのは、それを作るとき、それこそ走らせるときも再生可能エネルギーが豊富な EV だからやりやすいってところがあるんですね。なので地の利を生かして EV を中心とした脱炭素化とかカーボンニュートラルっていうのを、話としては進めやすいと、言ったところがまさにそのヨーロッパとしてのルールメーカー、ゲームチェンジャーたるところかなというふうに思っております。なるほど、今の深尾さんのお話で非常に重要なポイントが出てまいりました。私さっきのこの1枚目の図でですね、実は走行時の CO2 排出の話をしていたんですが、はい、ここですね、走行時だけではないんですね。ライフサイクルという話があったんですけど、走る時だけじゃなくて原料の調達、そしてどうやって作るのか、どうやって走らせるのか、その後どうやって製品、作った製品を運んでいくのかという、この番組で何度も出てきています、サプライチェーン全体でカーボンニュートラルを目指さなきゃいけないよねというところで、ベブ EV が有利なんじゃないか、そしてそれを EU が主導しているんじゃないかというところで、現在地の認識としては合っておりますでしょうか？そうですね、はい、ありがとうございます。酒井さんにお伺いしたいと思います。今岡尾さんの話にあったように、EV に走るヨーロッパと、全方位戦略を、取っている日本というところで少し温度差があるかなと思うんですが、酒井さんが参加された去年の COP26、議長国のイギリスをはじめ世界の20カ国以上が2040年までに新車販売で CO2 を出さないゼロエミッション車、さっきの表でいうとグリーンの部分ですね、にしていくよというふうに宣言をしたんですが、日本政府や日本メーカーはこの合意を、見送るというニュースがありました。酒井さん、現地でマーチにも参加されていたと思うんですが、このニュースどのように受け止めていらっしゃいましたか？はい、本当に現地で気候変動マーチとかに参加をした時にすごく感じたのは、もう本当にもうすでに一度の気温上昇があったと、
でそれを踏まえても CO2 を出しちゃいけない、化石燃料をもう掘り起こさないようにしていこうという話がある中で、最近もIPCC の気候変動の国際的な機関が報告書を出して、本当に気温上昇が深刻な状況になっているという中で、まあ、世界第5位の CO2 排出国である日本がこういった EV 化へのシフトをしないという遅さに対しては強く焦りを感じます。で特にやはり日本だとこの運輸部門が CO2 直接排出量の 17.9% を占めていたりだとか、でさらにまあその普通の若者の目から見ても、まあ、この2年間で圧倒的に脱炭素とか気候変動対策という方向にビジネスが日本国内でも変わったし、確実に世界から遅れを取ってる感じる中で、早くモビリティの脱炭素化を進めないとシンプルに日本の国としてのこの基幹産業の競争力がなくなったり、それによって気候変動による経済被害が将来的に予測される中で経済を脆弱にすることにつながるんじゃないかなということも思ったりしています。深尾さんどうですか、今の酒井さんの話。そうですね、今酒井さんのコメントの中でキーワード2つちょっと取り上げるとですね、運輸部門といったところが一つあるかなというふうに思います。先ほどライフサイクルの絵見せた時に最終製品を EV 車ってしたんですけれども、別にこれ車以外の最終製品においてもスコープ3のですね、右側の、人や物を運んでいる時のモビリティを脱炭素化する必要があるんですね。先ほど酒井さんもモビリティの脱炭素化っていう表現をしたのはまさに的確な表現なんですけれども、ですのでこれ自動車メーカーが EV を作るっていうこと以外に物流会社も含めて、物を運んでいる時の車を EV にする必要があるんですね。なるほどなるほど。なので商用車の EV 化っていうのは実は乗用車以上に急速に進んでいるといったところです。日本でも結構運輸会社はですね、こぞってこう EV のバンとか EV のトラックを使いますという話をしているのは、実はこのスコープ3対応っていうところがこれも一つ実はルールメイキングとして今起きてるんですけども、そこへの対応としての EV シフトっていうのが世界中で今求められているといったところでありますので、シンプルに日本が、一見こう見ると遅れてるとも取れますし、そう感じてしまったり、特に今環境問題に関しては、なかなかこう歩みが遅いなと自動車産業に限らず思うところもあるので、なんかこうなかなかこういうトピックって日本いつもこうなんだよなみたいな感覚で見てしまいがちなんですけど、でも今日の目次一番最初のトピックにもありましたけど、そもそも日本としてものすごく大きな産業でたくさんの雇用を抱えていて、日本としてもすごく大きなこれまで培ってきたビジネスがある中で、その人たちのことも考えたりとか、その人たちが心血注いで作ってきたものを、はい明日からやめって、そりゃ言えないよなとか、すごくこうリアルなことを想像しながら伺ってたんですけど、日本がなかなか踏み出せない理由ってやっぱりそういうところもあるんでしょうか。雇用もそうですし、自分たちが培ってきた技術だったりとか、そうですね、まさにその技術っていうところに関して言うと、何もその EV で出遅れてるとかそういうものではないんですよね。そこでの勝負というよりものづくりじゃなくて価値づくりって表現をしてるんですけれども、先ほど酒井さんもおっしゃってたのもそうなんですけども、 EV で何をするのかという、で、そして EV をどうやって作るのかというところで、ちょっと、順番前後しますけれども、再生可能エネルギーとかですね、新しい産業と一緒になって自動車を作っていくといったところで実は雇用を生んでいくという話もできますし、先ほどの EV を運ぶことによって、いわゆる脱炭素っていうものを、これ国際的な大義として進んでるわけなんですけども、それを満たすということ、これがこの国のみならず世界にとっても貢献する、コンセンサスとして今動いている一つのムーブメントですから、そういったものを実現するという話をどうやってこうとりわけ国としてはグランドビジョンですね、描いてロードマップを敷いてやっていくのかと、その後にものづくりというのはすぐ対応できるので、まさにこのグランドビジョンが、ストレートに欠けてるというところだけかなというふうに思います。いや、ものづくりじゃなくて価値づくりが必要だよねっていうのは、今日この後もキーワードになってくるかなと思います。今ご覧の皆さん、あれ今日車がテーマじゃなかったの、なんか車の話全然していない気がすると思った方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そこがポイントで、今日自動車産業っていうお話をしてるんですけど、これって社会全体の
っぱりもう再エネシフトもそうですし、もっと広く言うとカーボンニュートラル社会に向けて動いていかなきゃいけない、その時全てのあらゆる産業はどういうふうにシフトしていかなきゃいけないのかっていう全部セットで書かなきゃいけないのに、まあ、今深川さんがちょっとグランドビジョンがないんじゃないかという問題提起もされてましたけど、そこがねどうしても私も取材していると自動車産業というと自動車産業の話、ガソリン車なのか EV なのかっていう話にこうどうしてもなってしまうなというところがあって、もう少しこう包括的な目線で考えられないのかなっていうのは非常に課題感を持っているところです。酒井さんはその辺世界中のアクティビストの方たちと一緒に活動されていると思うんですが、その、まあはい、あえて日本に足りないところだったりもあるいは足りているところもあると思うんですが、その辺の温度差みたいなのはどうですか？そうですね、すごく感じるのはやはり本当にもう世界全体でも再生可能エネルギーに変えていかなきゃいけないということが、うん、世界のアクティビストたちの中でも特に声高く叫ばれているなというふうに感じます。で、そうですね、深尾さんにもちょっと伺いたい点でもあるんですが、今のお話の中でこのサプライチェーン全体で CO2 排出をなくすっていうことがこの気候変動対策をする上でもすごく重要だし、その投資家だったりマーケットでの競争力を考えていく上でもそのスコープ3が再エネ化していることがとても重要になってくるっていうことがあったのかなと思います。ただやはりその日本の政府の今のエネルギーの政策を見ていると2050年にそれこそ 5,6 割の再エネっていう前提で考えていたりだとかっていうところがまだまだ低いんじゃないのかなということもすごく感じる部分があって、ただこういった再エネ推進を進める、再エネ比率が上がるってことは自動車産業にとってもいいことのはずだと思うんですが、こういったことを自動車産業が政府に求めていくっていうようなことも可能ではないのかと思うんですが、深川さんどう考えられますか？おっしゃる通り自動車産業としてもその再生可能エネルギーというその、これからですね、それこそタンデム組んでですねやっていく、脱炭素をカーボンニュートラル実現するという意味において非常に重要な産業であるというところとはいろいろ協業というのは続けるべきだというふうに私も思いますし、少しちょっと脱線しますが、私22年前にフォルクスワーゲンで、インターンシップしました。ちょうど酒井さんの年ぐらいの時だったんですけれども、実はその時に脱原発っていうもののきっかけとなる再生可能エネルギー法というものが、成立して、はい、でフォルクスワーゲン その環境戦略部というところで環境報告書を書く作業を、ちょっと高校出たばっかりだったんですけれども手伝ってたんですね。その時には実は LCA っていう言葉を使い始めていて、実は水素エンジンもポルシェっていうのが作っていたと。だからものづくりよりも価値づくりっていうところで突き進んでいく背景には、ドイツ政府として再生可能エネルギー、とりわけ風力発電といったものを、増やしていくんだと、そういうロードマップも見ながら官民連携でやってきたという話になります。で、まさにそのフォルクスワーゲンも、実は2025年までに再生可能エネルギーの発電産業に参入するというのを、発表しました。で自社の中で その再生可能エネルギーもそうですし、例えばフォルクスワーゲンが作った車を使う人たちにそういう再生可能エネルギーを充電しやすいようにすると、その電力エネルギーも供給するといったそういった産業企業としても取り組むのもそうですし、そういったことを突き進めることの経済性というものをやっぱり高めてあげるというためにおいてはポリシーメーカーとしてインセンティブ設計ですね、再生可能エネルギーを使いやすくする充電設備を増やすとかですね、そうですね、ユーザーにとってもそうですし、メーカーが参入しやすくなるように補助金を出したりインセンティブをつけるということですね、はい、そういう官民連携というのは非常に重要だと、はい、いったところもあります。そうですね、官民連携本当にキーワードだと思いますし、深尾さんからご紹介のあったフォルクスワーゲンさんが2021年の4月だったと思うんですが再エネ発電事業に乗り出すというニュースが出た時は結構びっくりして、じゃあトヨタとか日産とかホンダも再エネ始めればいいのにってちょっと素人ながらに思った記憶なんかもあったりして、もちろん官民連携一緒に進めていくのが大事ではあるんですが、メーカー側からもっとアグレッシブに動いていくっていうことももしかしたらあるのかもしれないなと今酒井さんの問題提起を聞いて思いました。ここまでセクション1ですね、自動車産業で起きているゲームチェンジについて見てきました。この後、すでにちょっともうお話始まっていますが550万人の雇用どうなるということについて話していきます。
はい、ここからはグッド雇用にフォーカスしてお話をしていきますね。まずはこちらのスライドをご覧ください。はい、あ、これじゃないかもしれないです。バイデン大統領が出してほしかった。はい、そうです。アメリカのバイデン大統領、就任100日になるのに合わせて行った議会演説でこんな風にお話しされています。ちょっと読み上げますね。あまりに長い間、私たちは気候危機への対応に関して最も重要な言葉を使ってこなかった。それは雇用だ、雇用、雇用ということで、まあ、雇用という言葉を繰り返しお話をされているということで、前半も深尾さんからその欧州がこう EV シフトしている、まあ、ゲームチェンジを仕掛けているのには雇用を創出しようっていう、そういう気持ちがあるというか目論みがあるというお話がありました。取材をしていてすごく感じるのが、このバイデン大統領もそうなんですが、欧州でもアメリカでも気候変動対策とか EV シフトっていうのが、その雇用創出のこのもうまたとないチャンスだっていう、結構前向きなトーンで語られているような印象がすごくあるなと感じています。まあ、他方でというのもあれですが、日本においてはですね、550万人に近い方たちが自動車産業に関わっているということで、内訳出ますでしょうかね。多くの方が、部品を作ったりですとか、車の素材を作ったりですとかっていうことで、まあ、542万って相当な数だと思うんですが、どちらかというとこの550万人の雇用を一体どうするのかという、まあ、ちょっとこうネガティブなというか、そういうトーンで語られることも取材をしていると多いなと感じます。このこう雇用創出の機会じゃんっていう前向きな感じと、雇用が奪われちゃうかもしれないっていうちょっとこう後ろ向きな感じ、このトーンの違いっていうのはなんか、なんで生まれてきちゃうのかなって、深尾さんのご意見をお伺いしたいんですけど、いかがですか？そうですね、フォルクスワーゲンでインターンシップした後に、はい、ロンドンの大学で実はこの環境政策というものを、まあ、実は大学で勉強しまして、うん、まあ、そこは LSE という大学で、まあ、全世界に官僚と政治家を輩出するところだったんですけども、一番最初の講義が非常に興味深くて、はい、いわゆるその、カーボンプライシング含めた環境政策というものは、これ目的は、雇用を創出することだと、地域経済の活性化だと、うん、でいわゆるその二酸化炭素を何年まで何十パーセント削減するといった、そういう数字目標、はい、すみません、数字ですね、定量的なターゲット、うん、これは手段であって目的ではないと、うん、最大の目的は雇用を創出するために目標設定をして、それに向けて各産業で何をやるのかというのをブレイクダウンしていく考え、そういったものがあるんですね。なので、そこがまず一つ大きな違いとして、根底としてもスタート地点がちょっと違うという感じですかね、うん、そうですね、うん、まあ、発想の転換が必要なだけというところです。あとは、まあ、EV って非常に分かりやすいんですけど、今までお話したようにその再生可能エネルギーというものを、うん、こう電池に蓄えて走らせると、うん、でそこで蓄えられている余剰のエネルギーというのは他にも使えるんですね、うん、でエンジン車で使うその燃料タンクに入っているオイルは他のものには使えないという、うん、単純な発想にもなるんですけれども、有限資源の、最適利用、それをすることによって自動車産業以外にもいろんな産業にもつながることができると。エネルギー産業もそうですし、まあ、電池も含めたリユースリサイクルでサーキュラーエコノミーもそうですと。特に日本だと災害も多いですし、うん、より気になるところもありますし、最近だと、うん、再エネの話だと、ウクライナの今まさに起こっている紛争で、NATO がなぜ空を止められないのかみたいな話でいうと、やっぱりどうしてもエネルギーを輸入せざるを得なくて、はい、っていう話も問題になってますけど、じゃあ私たちの国で今のガソリン車と値段も、ね、どんどん上がったりしてますけど、うん、どういうふうに自給率を上げていくんだっけみたいなところもすごく大きな課題なんだなって、なかなか普段電気の自給率って考えることがなかったですけど、より身近に考える方も増えたんじゃないかなと思うので、うん、再エネの自分たちの国でどうしていくのかってすごくシリアスですよね。いや、本当に電気を地産地消していくっていうのはもう、うん、本当カーボンニュートラル社会を考える上でも最初の一歩というか基本の木だなというふうに感じます。ありがとうございます。雇用創出が
こう目的となっているっていうその発想の転換ってすごく面白いなと思っていて、繰り返しになるんですけど、どうしても雇用がこう奪われちゃうんじゃないかっていうネガティブな、まあ、ナラティブというか、そういう物語になってしまうと、みんなやっぱり現状維持をしたくなってしまって、変化に前向きにいられないっていうのが今ありとあらゆるところでこう起きているんじゃないかなと思ったりしています。その背景に、これ私の個人的な意見なんですが、もしかしてこのキーワードが日本に根付いていないのかもと思うキーワードがあります。今日ご覧いただいている方にこのキーワードだけでもぜひ覚えて帰っていただきたいんですが、公正な移行という概念です。ジャストトランジションという概念ですね。あの、繰り返しになりますが、もう好きなだけ作って使って捨てて、もうどんどんやればいいじゃんっていう大量生産大量消費の世の中を見直して、カーボンニュートラル社会に行こうよっていうふうに社会のあり方そのものを転換している今、もちろんエネルギー産業は化石燃料中心のものから再エネ中心にとか、自動車で言えばガソリン車から EV にっていうふうに、それぞれの産業がこう根本的なあの変換を求められているという時、当然もともとそこで働いていた人たちの職ってどうなるのって、私は30年間エンジンを開発してきたんだと、いきなり EV シフトだって言われて明日からどうすればいいのっていうところを絶対に取り残してはいけないというのが、この公正な移行の考え方なんですね。社会がみんなで移行していくんだから、そこにある雇用も含めて前向きにトランジションしていこうというのがジャストトランジションで、なんかやっぱ深尾さんのお話を聞いていると、それが前提に、まあ、言葉としては違うかもしれないけど、その感覚がやっぱり前提にある方たちっていうのはもうちょっとこう前向きにこのことを捉えられるのかな、だったら私たちももっとこの概念をシェアしてどんどん話していきたいなっていうふうに思ったんですが、酒井さんにお伺いしたいと思います。酒井さんも普段の気候変動、はい、アクティビストとしての活動の中でもこの公正な移行の重要性語られてると思うんですけど、いかがですか？はい、本当に今南さんがおっしゃってくださったように、この気候変動からのこの社会の転換っていうのは本当に社会の、まあ、歴史的な産業転換を伴うっていうことで、まあ、この気候変動っていう問題は不平等な原因と不平等な影響があると、今まで先進国が CO2 を出してきたにもかかわらず、途上国だったり最も脆弱な人々が特に影響を受けるっていう問題です。でその中、そういったこの不公正なシステムの是正っていうことを僕たちは求めてるんですが、その中でも本当に労働者の人々がしっかりとした雇用を得られるように移行が行われるってことが本当に不可欠だなというふうに思っています。実際今僕がいるアメリカのインディアナ州っていうところは、ラストベルトの、もともと自動車産業だったりだとか工業地帯が海外に去っていったことで、とても寂れてしまった地域で、プアホワイトというか貧しい白人の人々が特に多く住んでいるエリアなんですが、これこそある意味公正な移行の失敗した場所だなというふうに思っています。それを踏まえて、特に世界だとそれこそ化石燃料産業であったり自動車産業で働いた人たちが、職業訓練をしっかり受けて次の産業に移行できるっていったことが対策として取られてたりするので、こういったことがさらに日本でももっともっと議論が進んでいくってことが必要だなというふうに思っています。ありがとうございます。ラストベルトっていうのは、トランプ大統領が誕生した時にも、スイングステートとしてそのプアホワイトと今酒井さんがおっしゃった方たちが、もう嫌だ、この今の暮らしはもう嫌だから、ちょっとトランプって思うとこもあるけど、トランプにかけたいって言ってトランプ大統領を生んだ、そのキーとなったような場所とも言われています。やっぱり自分の仕事、明日の仕事が不安だと、やっぱり社会全体に不安って蔓延しますし、前向きに移行していくなんてとてもじゃないけど無理だと思うので、こうみんなでこの公正な移行をしていくんだっていう、ある種のグランドビジョン、さっき深尾さんがおっしゃってたところもすごく重要だなと思います。そして酒井さんがおっしゃっていたその職業訓練だったり再教育、ハフライブでもリカレント教育というような言葉も何度か出てきていますが、そういったところもすごく重要だなと思います。欧州ではその自動車メーカーを含めて、部品メーカーを含めて、その社員の方たちに対して公正な移行をするために社員教育のためのこう予算をつけますよって言っているようなメーカーもあるとニュースでは見たりしたんですが、なかなかこれは日本のメーカーだとまだ難しいですかね。そうですね、これからというところかなというふうに思います。まさにその雇用の流動性という表現は欧米ではよく言われるんですけれども、自社の中において他の仕事ができるようにとか、はい、もしくはサプライチェーンの上流下流で仕事できるところを探すですとか、こういう雇用のリクイディティ問題というのは、これ世界的な大きな課題であって、
そういった意味においては日本においてもこういった、まあ、議論とあと政策も含めてですね、進んでいくかなというふうに思っております。政策が本当に大事で、こんなの自分がもし自動車メーカーの社長だったら自分だけでできるわけないじゃんっていうふうに思ってしまうだろうなと思って、だからこそ政府ポリシーメーカーと深尾さんからおっしゃっていただいてますの意思決定と、まあ、補助金などのサポートが必要です。日本政府ももちろんですね、この公正な移行の重要性指摘しております。脱炭素社会へ向かう際の労働移行を円滑かつ遅滞なく進めるため、労働者の職業訓練、企業の業態転換や多角化の支援などなどを推進していくということなんですが、まあ、取材を進めているとなかなかまだまだこれが実行案にまでは落ちていないのかなとか、あるいはこうどんなふうに実行していこうかなって具体策になる前にもういろいろな省庁や課に落ちすぎていて、グランドビジョンがなかなかシェアされていないというような状況もあるのかなと思ったりしていて、難しいところだなと思って見ております。例えば再三例に出ている欧州で言いますと、欧州委員会 EC がですね、公正な移行メカニズムというのを2020年に開始しておりまして、2兆円以上の助成金を出すというふうに、まあ、ちゃんとまあお金を出して安心してみんなで移行していこうよっていうふうに政府というかポリシーメーカーが言ってくれるってすごく大事だなと思っているので、私たちも今後も日本政府の動きには注目していきたいなと思っています。ここまでなかなか日本が EV シフトをしきれていないかなというところを見てきたんですが、とはいえ悲観的な話ばかりでは嫌だなというところで、どんなところに日本の自動車産業活路を見出していったらいいのかというところを深尾さんにぜひお伺いしてみたいんですが、いかがですか？そうですね、まあ、キーワードはですね、サーキュラーエコノミー、循環型経済の構築といったところになります。ちょっとスライド出していただきたいんですけども、はい、スライド13ですね、はい、ちょっとビジーなチャートなんですけども、これちょっと青いところだけ見ていただきたいんですが、例えば一つの工場でちょっと CO2 を出しますといったときに、これってどういったことの要因が CO2 を出してますかというところをブレイクダウンしているものですね。生産量ですとか、あとはどれぐらいの、エネルギーをどのようなエネルギーを使っているのかという話ですとか、省エネをしてますか、そして最後サーキュラーエコノミーというのは部材のリユースリサイクルをしてますかという、実はこの掛け算で、出るものなんですね。これ茅高等式って言ったの、東京大学の茅名誉教授が作った、カヤアイデンティティという名前で IPCC とかでもよく使われるんですけども、これ国としても企業としてもどうすることによって CO2 を削減することができますかという議論をするときに使われるものですね。まあ、この中でいうと再生可能エネルギーというのは国全体としてはやっぱ電源構成がやっぱ低いので地の利を生かせないといったような話というのは確かにあります。で、省エネというのは実は日本の企業って結構もう進んでますと。そうですね、省エネ大国のイメージありますよ ね、 そ う、 ね、そうするとですね、残すところはサーキュラーエコノミーといいまして、一つの、最終製品を作るにあたって新品の材料をできるだけ少なく投入しましょうという考え方ですね。そうすると、まあ、自動車ですと非常に分かりやすいのは車載電池ですね。使用済みの車載電池の、リユース、はい、それをもう一回、他の、アプリケーションで使うという考え方ですとか、あとはその使用済みの電池から抜き出した材料というものをリサイクルしてもう一回有効活用しましょうと、そうすることによってですね、これは脱炭素というのも実現できますし、先ほどの LCA の観点でですね、で最近ですと実はこの経済安全保障の観点でサーキュラーエコノミーって非常に重要ですというような話になってきています。でこのリユースリサイクルに関しては日本の企業もかなり高い技術と思ってますので、まあ、ここが活路を見出せるところかなというふうに思っております。なるほど、リユースリサイクルどうですか辻さん、あんまり思ってみなかったキーワードな気が。そうですね、なんか車のそれこそ一部がまた別の形になって帰ってくるって今まで考えたことなかったですし、さっきも言いましたけど、ウクライナでやっぱり改めて自分たちでエネルギーを作るっていうことをこんなに意識をせざるを得なかったことってそんなになかったので、改めてそこもそうです。最近地震も多いので家庭の中だけでも自分たちでどうやって電気をちゃんと蓄えていくんだろうってことをちゃんと意識する一つのきっかけにはなるかなって思うんですけど、一方ですごくまあ身近なところで言うと、さっき申し上げた通りテレビ CM で
EV って聞くようになりましたけど、なかなか例えばギリギリ Wi-Fi とか、うん、スマホの充電する場所とかってなんかこうちょっとカフェ行ったらあるかなとか思いますけど、うん、車充電する場所ってあんまり普段見たことがないので、まあ、一戸建ての方とかだったらまだしも集合住宅に住んでらっしゃる方とか、はい、まあ、いろんな生活環境にいらっしゃる方がいると思うので、まだなかなかインフラ自体が整ってないのかなっていう印象で、うん、ちょっと買うのには勇気がいりますという方も生活者の方いるんじゃないかなと思うんですけど、うん、その点っていかがですか。そうですね、辻さんのおっしゃる通り EV ってインフラがちょっと今ボトルネックになっているところがあります。ただ別の言い方をするとそこもしっかりとロードマップを作って、やっていくべきところだというふうに思います。特に都市部においてはおっしゃる通り集合住宅マンションにおいて、充電器を増やすこと、まあ、それとそれを動かすための充電設備というものを増やしていきましょうと、ちょうど、先週ですね、まあ、そこに対するその補助金も増やしますよという話も日本でも出てきてはいます、はい、必ずしも急速充電器である必要はないんですよね。マンションで寝てる間に6時間7時間の間に充電しておけばいいので、それは高額な急速充電器である必要でもないですよとか、いろいろ実はソリューションというのがあります。でもう一つはですね、地方ですね、まあ、地方のやはり移動の足というのはやっぱり軽自動車ですね。で実は地方においてはガソリン燃費改善の影響で、はい、ガソリンスタンドの廃業って増えてるんですね。そうですよね。でガソリンを入れたいのにガソリンスタンドが遠いと。でガソリンスタンドってサービスステーション SS って言われるんですけども、 SS 過疎地問題っていうのが深刻化してまして、はい、最寄りのガソリンスタンドまで15キロ以上離れてるっていう実は市町村が、日本で3分の1ぐらい占めてるんですね。なんとそこに行かないと進めないのにそこに行くまでに距離があると。そうですね。そうすると地域の足である自動車、多くが軽自動車というのが EV であると、まあ、平常時にそこで、はい、エネルギーを蓄えておいて、先ほどおっしゃられた通り例えば洪水等自然災害が起きて村落が例えば孤立してしまったと、でもそこで蓄えられた、電池に蓄えられたエネルギーを使うことで生活ができる、うんうん、EV がこうバッテリーのようになる。そうですね、もうライフラインそのものなので、うんうんうん、地方だとよりこのライフラインの脆弱化というのが非常にこう、はい、深刻化している、はい、まあ、そういった意味においては EV というのはソリューションとしてなり得るんじゃないか。あとは充電ステーションも自宅だけじゃなくて、実はコンビニとか郵便局っていうのは大体の市町村にありますので、そこに充電器を置いてそれをネットワーク化させて少し少しでも、充電できるようなネットワークっていうのを地域密着型で進めるっていうそういう考え方もあると。すっごい初心者質問なんですけど、実は EV 自動車を充電してるところ見たことがなくって、うん、はい、いわゆるスマホつなぐみたいな感じで、うん、簡単につないで充電できるものなんですか。うん、ガソリンだったらガソリンスタンドで自分でやれるじゃないですか、うん、あれぐらいのライトさなんですか。はい、簡単につないで、はい、自宅のなんていうかガレージにそれ用の充電器みたいなのを立てて、うん、はい、やったりできます。すごい。いやでも深尾さんの今のお話、結構地方のお話なんかはその街づくり、街そのものの景色がこう変わって、再エネと、ね、まあ、車とそしてそこに住む人とというので、なんか街のあり方そのものがこのカーボンニュートラル社会変わってくるのかなということで、最後のテーマにちょっと差し掛かってきたなという感じがありますが、このあたりちょっとこの最後のテーマで話し合っていきたいと思うんですが、一つだけ補足させてください。辻さんが今おっしゃってくださった消費者としての観点、すごく重要なポイントだなと思ってます。官民一体という言葉も出てますが、どんなに官と民が頑張っても私たち市民消費者の心がそっちに向いていなければ世の中前向きに進んでいくことはできません、まあ、11月のハフライブでも考える消費というような言葉を出したりしましたが、車とか家とかこういうふうに、まあ、結構長く使うもの、そして価格が高いものに関してはいつもより一層こう未来に投資する、投票するっていう気持ちで選べたらいいんじゃないかなっていうのを思っていて、当然なかなか EV を買おうと思ってまだまだ選択肢が少ないとか、充電ステーションが足りないかもとか不安なこといくつもあると思うんですけど、もし今車を買うということを検討されている方がいたら、なんか未来に投票するっていうこと、なんかそれも含めてちょっと検討していただけるといいのかなというふうに思ったりしました。それでは最後のトーキングポイントに移ってまいりたいと思います。は
ない持続可能なモビリティってということで、今も深尾さんから地方の話あったんですが、まあ、今日こう全般的に自動車自家用車の話を中心にしてきたんですが、そもそもこう A 地点から B 地点に移動したいというニーズを満たすのであれば車じゃなくても全然よくて、今世の中がこんだけ CO2 を減らそうって言ってるのであれば、そもそもこの世界に車ってちょっと多すぎないというそういう疑問も私は浮かんできたりします。ちょっと辻さんにクイズなんですけど、はい、自家用車よりも、1人当たりの CO2 排出量が少ない乗り物といえば何が思い浮かびますか？どこまでを乗り物とするかみたいなのが今の時代ある気がしますけど、街中で最近ループみたいなの増えてきましたし、ありますよね、車椅子も進化しているので確かにと思いつつ、電車とかは車よりは比較的少ないし身近かなっていう気がします。電車はめちゃくちゃもう究極の EV とも言われております、まあ、国交省なんかの調べによると、自家用車、それから航空、まあ、飛行機ですね、バス、そして鉄道という順に、まあ、エコになっていくということで、鉄道をもっと使ったらいいというような話もあるんですね。ただもちろん地方の話もありましたが、ドアトゥードアで移動したい方からしたらマイカーがまだまだ必要ということで、やっぱ組み合わせが重要だなというのを改めて思ったりします。で、こんな私が考えつくことはもちろん世の中の皆さんは考えついているので、カーシェアリングですとかウーバーといったライドシェアのようなサービスも世界中で流行しているんですが、こうした動きを説明するのに一つビジネス的なキーワードがあります。出ますか？マースという言葉聞いたことある方いらっしゃいますでしょうか？モビリティアズアサービスという考え方ですね、まあ、車とか電車という乗り物を、その乗り物という製品やプロダクトとして捉えるのではなく、移動を助けてくれるその移動サービスとして捉える考え方で、右のオレンジの図にも出ておりますが、インターネットを介していろんな乗り物とかスマホのアプリがつながって、この私の欲望中心にこう便利で楽しい移動を設計してくれる世界というのを目指しているということで、当然今日のメインテーマであるカーボンニュートラルを達成するんだという大目的の中で、このマースのサービスが最適化されていることが望まれるという感じですが、深尾さんは今日冒頭でもご紹介いたしましたブロックチェーンの活用を促進するモビという団体の理事でもあります。このマースという文脈においてもブロックチェーンの活用が期待されているそうなんですが、具体的にはなんかどんな未来を構想されているんでしょうか？そうですね、ブロックチェーンがもたらす次世代モビリ、まあ、最終形といいますか大きくは2つあってですね、1つは今お話しあったマースっていうものを、まあ、より収益性の高いものにするという考え方です。ちょっと実例を挙げると分かりやすいかなと思うんですけども、先ほどの究極のモビリティ、まあ、乗り物っていうところでいうと、ヨーロッパの人に聞くとですね、みんな口添えてチャリンコって言うんですね。自転車なんですよね。で、これ3年前なんですけれども、これ欧州委員会のプロジェクトとしてまたイタリアのボローニャでの実験があったんですが、まあ、普段その街中で使うトラムに乗ったりタクシーを乗ったりする代わりに自転車を使って例えば職場に行ってくれると、それって GPS でそのデータで取れるので、はい、今日自転車に乗ってくれたのでご褒美あげますと、ある種のデジタル地域通貨みたいなのもらえて、はい、でそれがたまるとジェラート屋さんに行ってジェラートタダにしてくれるよっていうですね。最高じゃないですか、めっちゃ乗りますよ。要はそのいわゆる脱炭素とか SDGs という大義を、はい、やっぱり達成してくれることに市民として貢献するしてくれるのであれば、それに対しては、地域地方政府としてはご褒美あげますよという、まあ、これトークンエコノミーの発想です、はい、まあ、ちょっと今日はブロックチェーンとかトークンエコノミーと NFT とかそういう話、はい、メタバースとかないと思うんですけども、はい、一般的にそのマースっていうのは、まあ、ちょっと実はですね、マースって言葉って日本以外ではあまりもう使われてないんですね。まあ、厳しい言い方をするとマースって公共交通機関ってもともと儲けることを目的にしてない公共交通をいろいろつなげてるので、うん、低収益ないし赤字のモビリティをつなげてるだけですから、そこでの利益のスワッピングだけをしているということで言うと、全体で言うとですね、持続可能性があまりないんですね。で、実は日本においてもとりわけ今インバウンド需要が消滅してしまったので公共交通機関も実はマースという言葉ってあまり使いたくないんです、経営者としては。ただ先ほどのようにその脱炭素ですとか SDGs というそういう社会全体として
共有の価値として認めているものを高めてくれるのであればご褒美をあげますっていうこういうようなアプリケーションというのが出てきています。こういったものを実現するためにそこにブロックチェーンというのはなぜ必要かというと A 地点から B 地点まであなたが動いてくれましたとその間に価値の変化ですね、例えばそこで EV に乗ってくれたそういうチャリンコに乗ったとかですね、今までよりも二酸化炭素削減にこれだけ努力したっていうデータに対して信頼性を担保するようなそういうアプリケーションというのは必要になってきているということで、実はマースをそういった意味で収益化させるというのは今お伝えしたように脱炭素化それにカーボンプライシングというのもちょっと掛け合わせになるんですけども、脱炭素化することによって収益化するための仕組みというものと噛み合わせて、セットでやるとですね、こういうマースの姿というのもあると。もう一つはですね、ちょっと話長くして申し訳ないんですけども、もう一つはですね、これ走行税というものを実現するという発想です。走行税というのは、例えば自家用車を持ってますと、走ったところで走った分だけその道路インフラを使った利用料を払うという高速みたいなものですか。そうです、おっしゃる通りですね、税金です、で、今ですね、皆さん車を買った時とか、3年5年7年 の、 その車検更新時とかに、そういう、道路財源の元となる税金を払ってますね。それは実は車の使用実態にはあまり 100% 即してない税金の形なんですけども、ブロックチェーンを活用することでちょっと横文字が多いんですけどマシントゥーマシンペイメントとかマシントゥーマシントランザクションっていうんですけども、人工知能を搭載したものそれが車であったり人工知能を搭載したインフラとの間で自立型の決済と契約というものを実現することによって利用自体に即した税金というものを作ることができる。それが EV であったらそれを減税しますよとかそういったような仕組みっていうのも織り込むことができると。で実はモビは、国際コンソーシアムなんですけれども主にロサンゼルス中心の、プレイヤーが、活動していますと。カリフォルニア州では実はシュワルツネッガー知事の時からも実は EV シフトって進んでましてガソリンスタンドの収入が減って、ガスタックスリベニューってガソリン税収が減って交通インフラ財政が悪化していったんですね。それに対してのソリューションを求めるっていう実は大きな根底があってそれが実は走行税といったものになります。こういった社会的費用っていうんですけれども車を乗ることで第三者に対して大気汚染とか渋滞ですとか交通事故といったこういったコストっていうのはこれは町が負担しなければいけないんですけどそれを減らすためのソリューションとして先ほどのようなマースのアプリケーションがあったりあとは大気汚染というのを改善するような行動に対してインセンティブをつけるというようなアプリケーションというのはブロックチェーンがなせる技といったところで見られているところがあります、はい、いや車を乗ることで実は社会にすごくたくさんの負の影響が、負の外部性という言葉経済学的に使ったりしますがあるのにそこを無視してきたのが20世紀の私たちでした。これからそこを考えなきゃいけないなと今福川さんの話を聞いて思ったんですが、福川さんの話すごい夢が膨らんでしまったんですが酒井さんいかがですか。はい、ありがとうございます。めちゃとても面白いなっていうところで、最初何点かあれですね、チャリンコの話を深尾さんおっしゃってたところで思い出したのはそれこそヨーロッパの方だとその車をなくした街の道路のエリアの方が、観光客が多くなったりみたいなところで、そういった街づくりのあり方みたいなところでも車が走らないってことだったりの方が価値が生まれるってこともあり得るのかなとか、それを踏まえても気候変動対策を考えているとやはりモビリティの中で交通量であったり電力使用量などがやはり最適化されるっていうことが本当に重要なのかなっていうことを思うときにですね、それこそ深尾さんの本読ませていただいた中で、とても印象に残ってるのがグリッドトゥルビークルトゥグリッド B2G ですね。仮想発電所のその、EV が蓄電池となってより一つの地域全体が一つの発電所のように余った電力が EV に貯められてそれを市民が使うことができるっていったことがある意味とてもすごく希望を感じて、大きな会社ではなく地域の市民が自分たちのためにその、電力を使うことができる。でさらにそれが再エネを導入していってより地域に根付いた地産地消のエネルギーを進めたりっていうことにつながるのかなっていうふうに思ったりっていうところでもとても希望が感じたところです。そういったところでより市民にも根付いた
ボトルネあの、ボトムアップですね、ボトムアップ の、 あのエネルギーの形だったりだとか、まあ、地方においてもそれを実現していくっていうこととかに関してもあのさらにお話伺いたいなというふうに思っています。辻さんどうですか。確かに一個前で雇用の話も出てきましたけど、うんうん、なかなかこうタスクになってしまっていて、それが可能性に変わりきらないみたいなところ、どうしても日本だとそれこそ今日も繰り返しお話してきましたけど、雇用もそうだし、自分たちが人生をかけて作ってきた開発してきたエンジンを手放すなんてみたいなところもやっぱりどうしてもありますけど、じゃあその上で生活者として、しかも買う側も今めっちゃイケてる車ずっと愛用者持ってたのに買い替えをさらにお金を払えるかっていうと、なんで自分のお財布を痛めてそれをやらなきゃいけないんだって思う方もきっといらっしゃると思うんです、すごくリアルなところで言うと。でもさっきのお話をお伺いして、あのほんのちょっとのことかもしれないですけど、例えばポイントカードとかってなんか楽天ポイント貯まるから楽天系のとこで買おうかなとか、うん、私この百貨店のとこ貯めてるから行こうかなってちょっと足が向く先が変わるじゃないですか、ポイント一つで、うん、でもそれと同じようにインセンティブとしての働きかけで生活者が動くっていうこともありますし、もう一つ二つ目でおっしゃっていた、じゃあそれでも今の選択肢を変えない人たちはどうしたらいいかっていうと、うんうん、まあ、それをよ人はなかなかしたくない気持ちはあるんですけど、でもちゃんと払うものは払ってで、もらう人も払う人もいて、生活者側が、まあ、負担と得るものをちゃんと選べる社会になっていくっていうのも、うん、なんか私たちばっかりが窮屈を強いられるみたいな感覚とはまたちょっと違うので、うんうん、本当にタスクが可能性に変わっていく時代になっていくといいなと聞きながら思いました。地域の可能性もすごいワクワクしました。いや本当ですね。さっき酒井さんからも話ありましたけど、うん、昨日かおとといも北海道 の、 あの札幌市 の、はい、あの大通公園のをこう南北に何本も7本も8本も確かあの公道が走ってるんですが、はい、それをあの全部廃止して、あの公園を一つなぎにするっていうのがあのニュースに出てたりしました。やっぱり公園ってそうであるべきですよね。なんかあの車中心のこの世界に慣れきってたけど、人間中心のあの街のあり方、世界のあり方っていうのをもう一回今私たちが考えてワクワクするってことが大事なのかなと思いました。皆さんありがとうございます。持続可能なモビリティってというところで考えてまいりました。60分近くにわたってお届けしてきた今夜のハフライブなんですが、そろそろ時間が迫ってまいりました。最後あの酒井さんと深尾さんから、まあ、これから私たちはそれから日本社会はカーボンニュートラルに向けてどうしていくべきなのかというところをちょっとキーワードで一言まとめていただきつつファイナルコメントをいただきたいと思います。時間がなくてすぐに振っちゃうんですが、酒井さんいかがでしょうか。準備できてますかね。はい、できてます。はい、です。お、公正な移行見えます。はい、公正な移行ということで、まあ、今日の話でも上がったと思うんですが、うん、やっぱりこの、まあ、僕自身もこのモビリティの話今日とても勉強になったあのですが、モビリティ自体もこの気候変動対策のソリューションの一つになるというふうに思っています。うん、あのより市民に根付いた形であったり、あのボトムアップの形の気候変動を超えた社会を作っていくっていう上で、うん、あのさらにこの公正な移行がとても不可欠になってくるというふうに思っています。それを踏まえてあの今日の話もとても出てきましたが、この可能性にさらに溢れているんだと、あの変化を恐れるのではなくて、もっと違った形の雇用であったり社会の在り方を作っていくってことをもっともっと考えていきたいなと、その上で、まあ、公正な移行っていうキーワードを踏まえながらさらに考えていきたいなと思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。可能性にあふれているって思うことからですよね。本当に、うん、そうだなって思いました。ありがとうございます。深尾さんいかがでしょうか。そうですね、まずちょっと酒井さんのお話に対するリフレクションとして、はい、あの非常にあの共感できるところがあって、あのとても嬉しかったなというふうに思ったんですけど、うん、キーワードはボーダーレスなんですよ。はい、あのこれも地域というボーダーもないし、産業のボーダーもないし、官と民のボーダーもないし、私、まあ、ブロックチェーンの世界で、まあ、身を置いているところも半分あるんですけども、まさにモビで行っているということはボーダーレスというところなので、まあ、そういった意味も含めて酒井さんのおっしゃられたことっていうのには本当にいろいろ共感、するところがあったかなというふうに思います。そうですね、縦割りで考えずにボーダーレスですね。そうですね、はい、じゃちょっとそれであの時間もあれなんで、はい、お願いします。私のはこれです。地域経済の活性化ですね。2色で書いていただきました。はい、なのであの、まあ、あの EV シフトとかこういったものは、うん、まあ、自動車産業そのものがグローバルなので、うん、まあ、ルールメイキングっていうのは確かに世界のある種、まあ、
戦争のように今起きてます。ただこれってあの地域に、まあ、今埋没している価値というものを掘り起こす、まあ、地域経済の活性化、うん、地域 にまあ埋もれている価値を、まあ提供価値ですね、他の地域にはない、価値というものを再定義する好機かなというふうに思います、うん、再生可能エネルギーというのは地産地消ですし、サーキュラーエコノミーというのはこれは循環型経済のクローズドな地域密着型でも実現できることですと。だからメイドインジャパンの EV を作らなきゃいけないって話よりも、はい、メイドインジャパンのまあやり方というか、うん、新しいその社会の作り方みたいなのを日本で作れば、まあ、欧米とガチンコ勝負しなくてもアジアではですね、日本のソフトパワーというのはやっぱり生きますので、まあ地域でくくるのであればやっぱりアジアというところで日本がリーダーシップを取れるような EV を中心とした新しい経済社会を作るといった発想で、これからの EV 社会というのをまあ考えていくというのがいいんじゃないかなと。恐怖論じゃなくて、これオポチュニティですね。で、脱炭素って実はあのデジタルフォーメーションの一つです。目に見えない二酸化炭素というものを削減することに新しい価値を見出すことなので、これ実はブロックチェーンと非常に密接に関わっているので、またそれは別の機会にお話ししたいというふうに思っております、はい、ありがとうございます。そうですね、ついつい欧米に遅れること10年というようなフレーズをこう紋切り型のように使ってしまいがちだなというふうに今ちょっと深尾さんのお話を聞いて反省した部分もあります。地域経済の活性化に活路を見出してというところで、酒井さんの公正な移行、それから深尾さんの地域経済の活性化というキーワードをいただきました。ありがとうございます。辻さん、いかがでしたか？いやー、なんかやっぱりどうしても雇用の話もそうだし、私たち生活者の話もそうだし、電気代どうするんだとかもやっぱりいろんなこと悩むので、うん、なんかタスク的に思ってらっしゃる方いると思うんです。そうですね。車って結構大きい買い物だし、うん、でもやっぱり今日繰り返しジラッとの話から、それこそ雇用の話までタスクじゃなくて可能性なんだってことを改めて感じたので、うん、可能性って聞くとなんかビジネスばっかり、また大きい企業が儲けて私たちのところには還元されないじゃないかって思うんですけど、うん、地域社会で自分たちで自分たちのエネルギーを作っていくっていうこともそうだし、日々の生活をそれで支えていくっていうこともそうだし、やっぱりタスクじゃなくて可能性なんだっていう、それこそ価値の転換とかマインドセットみたいなところでものすごく私たちの未来って変わっていくんだなと改めて思ったので、次車を買うときはというか、まだ1台も持ってないんですけど免許を取るところから私は始めたいと思います勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。タスクでなく可能性、うん、もう本当その通りだなと思って聞いておりました。60分にわたってお届けしてきた今夜のハフライブなんですが、1個ちょっと時間過ぎてるんですけどいいですか？何ですか？聞きたい。大した話ではないんですけど、はい、今朝この今日のハフライブの告知で深尾さんがツイッターで拡散のご協力をしてくださったんですね。その時に、ついに私もこのパネルで最年長になる日が来ましたっていう風にツイートをされていらっしゃって、深尾さん81年生まれで全然 お若いんですよね。はい、いやそうだけど、まあ、確かに今日最年長に物理的にはなっていまして、まあ、この自動車産業とかエネルギーのこととかって本当に技術がすごく難しくって、当然これまでの経験がある方、知識がたくさんある方ってなると、まあ、年長者に有利な、まあ、話や会議体が、まあ、多いんじゃないかなと私なんかは邪推してしまいます。でもみんなで2050年とか2100年っていう未来について考えようよっていう話をしてる時には、まあ、今日の酒井さんも本当に早起きして出てくださいましたけれども、ハフライブがいつも大事にしております、まあ、インタージェネレーションというかあらゆる世代の方、なんなら若い方にちょっと重み付けをしていただきたいというような感じで世代を超えて話していくことって大事なんじゃないかなと思って、ハフライブも引き続きそんな形で精進をしていきたいなと思ったので、ごめんなさい、朝のツイートを見て思ったことをついつい言ってしまいました。今日は本当にでも世代、いろいろな世代の方、 Z 世代の方を含めて話すことができたからこそのテイクアウェイ、持ち帰りがあったんじゃないかなと思います。皆さんありがとうございます。ということで、こんな意気込みでやっていくハフライブ、次回はこちらです。はい、魚と SDGs ということで、車から魚にジャンプしました。水産業も環境問題や人権問題、さまざまな SDGs 的な課題があります。いろいろ深掘りしていきたいと思っております、はい、ということで、酒井さん、深尾さん、今日は本当にディープなお話をお聞かせいただいてありがとうございました。60分にわたってお届けしてきたハフライブ、このあたりで終了としたいと思います、辻さんも視聴者の皆さんも本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。